はい、アンディです。今回なんですけど、こちらズミクロン 90mm、 これをねちょっと使ってレビューしていきたいなと思います。前回ですね、心斎橋をライカ仲間のケンジさんとスナップした時に、お借りしまして、ずっと使いたくて、でももう忙しくてなかなか使えなくて、だってね、使う時はじっくり使いたいなと思ってて温めてたんですよね。ようやく今日、デビューすることができます。ぜひちょっとね、取り歩きながら、レビューしていきたいと思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。まあ、つけていきましょうか。一応ねこれ M 型なんですよね、M レンズなんですよね、 M マウントレンズですね。なので、ちょっとアダプターかませて、つけていきます。ズミルックスもいいですねはい、こちら、おお楽しみですね。今回はボディは SL2S を用意してみました。あーでかい長い、これ結構なフロントヘビー感になりましたね、思った以上に。へえ、まあね、ここに三脚のね、固定穴があるんで、まあそういうことですよね。すごいですね。ちょっとこれバリオエルマリードとあんま変わんないんじゃない。こちらがねバリオエルマリード2470なんですけど、まあまあこう見たらやっぱ全然違うな、まあ、こう見たら全然ちっちゃく見えますね。あーでもなんかつけた感じの重量感はめちゃくちゃありますね、すごいですね。さあこれね、実はシグマの 90mm を買う時に実はこれ見て悩んでたレンズなんですよね。でどうしようかなって思ってたけど、ちょっとまあ、中古だとこれ10万から15万ぐらいなんですかね。まあ失敗した時ちょっとダメージでかいなと思いまして、まあまあまた売りに出せばいいっちゃいいんですけど、実際を見ないで買うのはちょっと怖いなと思っちゃいまして、まあひよったんですね。で、シグマの 90mm とりあえず買って、 90mm がハマったらこれにするかアポズミ90にするかをこう考えようと、次の段階で考えようと思ってたんですけど、偶然ケンジさんがこれをまあお持ちで貸してくださるということだったんで、もうそれはありがたくお借りしましてですね、今日ついに、デビュー戦でございます。さあ早速ちょっと行ってきたいと思います。はい、ということでやってまいりました、いつもの河原でございます。じゃん、 SL2S にスミクロン 90mm。 さあどうですかね。まずねファーストインプレッションやっぱね、でかいというか長いっすね。このボディに対してギリギリって感じですか。バリアルマリドエリアは短くて細いんですけど、でもやっぱフロントヘビー感はありますね。ちょっとこうやって撮影撮るイメージじゃなくて、やっぱレンズに手添えて撮らないとなって感じはありますね。まあでもね、映りがどんなもんかっていうところはやっぱり楽しみなんでね。はい。で、これ、すごくないですか？このレンズフード、かっこいいですよね。なんか、グッと出てくる。そして、なんと、雪降り始めましたね。なんだこれ。3月なんですけどね。さあ、やってみましょう。一応、開放。F2 で撮ってみます。寒い。ちょっと何枚か撮ってみましょう。あーでもなんか好きかも。なんかカリカリしてる感じ、この感じがすごいいいですよね。 F8 です。そしてやっぱ青いっすね、思った以上に。でも色温度、でもこれでも4600でしたからね。なんか元々青いっぽい色味が強いですね。ちょっと待って、めっちゃ寒いぞこれどうしたさっきまでめっちゃ晴れてたんですけどね。いやー、しびれるな。あーこれでも写りやっぱすごいいいっすね。ヒントが分かってみるか、使いこなせない感ありますね。まだまだ。あーでも繊細っすねこれ。自分に馴染むのに相当時間かかりそうな気がするな。癖の強さを感じますね。借り物のレンズなんでね、あまりに雪がひどくなるようだったら今日は解散しますけど、 90mm 自体はやっぱり僕は好きだな。でももう今この時点の直感的にやっぱね、スナップでこう軽々持ち歩くやっぱレンズではないので、なんかスタジオとかでポートレート撮るときとかに使った方がやっぱ
良さそうな気がしますね。人取んないとやっぱり意味ないかもしれない。スナップシューターではない、当たり前ですけど、やっぱでもなんか、はあ、奥振りたくなるな。4600K。まあライカといえばやっぱね、光と影をどう撮るかみたいなとこありますから。おお、なるほど、これすごいな。すげえ青くないですかこれ。基本的にはもう JPEG 撮って出しで出したいんですけどね。ああ、でも好きな感じはありますね。いや、ちょっと待って、雪がすごい、かなり面白いんですけど、雪がひどいので今日は帰ります。タイミングミスったな。まあ今日はちょっとね、ファーストインプレッションってことで、ちょっと M11 にもつけてね、試してみようかな。で、ちょっと改めてまたレビューしていきたいなと思いますんで、そうっすね、ひとまずちょっと今日はこんなところで、あ、明るくなってきた。いやー、マジ雪やんでほしいな。空青いんですけどね。ちょっと借り物のレンズで無理できないので、今日は解散します。よかったらチャンネル登録、高評価なんかもしていただけたら嬉しいです。もう一回ちょっとね、トライしたいとは思ってます。お返しするまでにね。ということで、ぜひ次回もお楽しみに。